これです、これ。なんとこんなものを見つけましたので、このエントリーフィッシュの中から早速自分も投票したいと思います。こち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 、おらん、こちおらんやないか。残念ながらエントリーフィッシュの中にこちがおりませんので、海田は牡蠣に投票してましたから、対抗して渡り神に投票したいと思います。こちおらんのかい。皆さんこんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はあの8月31日なんですけど、今年はあのカニの進行がこういうのが全然見えません。去年はですね、高水温にやられて魚は全然見えなかったんですけど、こういうキーホルダーがたくさん見えましたけど、今年はですね、もうまだ今のところ3匹しか見てません。ちょっと秋がやばいかもしれませんね。去年はですね、見ただけでも1万匹以上は見てると思うんですけど、で明日から9月なんですけど、盆前にあの一発台風来てくれたんで、あの月の海がねちょっと変わってると思いますんで、明日はちょっと昼漁でこっちを取りに行こうかなと思って、まあちょっとどうなるか分かりませんけど、もし昼行ったら今回はこっち漁の動画になってると思います。おはようございます。これ視聴者さんからいただきました。多分整体師さんかなされてる方だと思うんですよ、仕事が。これめっちゃ効きます、めっちゃいいです。これを入れるだけでだいぶ楽になります。斜めになってるんですよね、ちょっと足がちゃんと内側に向くようになってるんです。こう骨盤が締まるように。でこれを装着して、今日昼漁行ってますけど、ちょっとこっちを狙って、もう台風来たんで、桃井田とかネビシャって呼んでるオカメブンブク取れてると思いますんで、こっち狙いでちょっと沖の方行ってみたいと思います。取れてなかったら撤退してこっちの海に帰ってくると思います。では虫前に向かってレッツゴー。島の方向へ向かっていきます。毎年ここに渡りガニがつくんですけど、ガネダテが出てきてやってるんで、ついにカニもここに集まってきたのでしょう。こちらがその自分たちがガネダテって呼んでるカニの刺し網漁をしてる方たちの船です。いやー、なかなか遠いですね。あちらが飛島です。あそこまで行きます。やっと着きました。本当に遠いわ。桃井田がなければいいですけどね、多分もう台風過ぎてるんでないと思いますけど、台風が一発来たらね、あのオカメブンブクはすぐ消えます。酸素が入ったらこうあのちゃんと潜ってくれますね、泥の中に。モコッとはしてますけど、なんかエイっぽい。エイ人手かな。エイっぽいな、こっちいないな、こりゃ全然おらんやん。一番目こっちおらんところか、なんもおらんし、しばし食ったかなと思ったら一本かかってます。よかった。しかも1キロ級、しかも1キロ級ナイス。あー、おるおる、おりますね。こっちこちらも1キロ級が見えてます。よいしょ。あら、さっき1キロ級が1キロ級が見えたはずなんですけどね、気のせいか。じゃんじゃんじゃん。あら、1キロ級気のせいか。数は見えてますけど、1キロ級が1本だけだったんでですね、ちょっとこれではダメなんで、もうちょっと大きいのがちょっともともと通してくるところを探してみたいと思います。メバチゴチ、ワニゴチって言ったりしてますけど、メバチゴチと言ったり、これはダメですね。あとはチヌさん、もう時期がいい時なんで黒々としてます。
や、一本見えました。一本見えたけど1キロないか、1キロないか。潮が大きすぎるのか、あまりちょっとガサも入らんですね。よいしょ、3つ入れば嬉しいんですけど、ちょっと1キロなさそうですね。これもどれも1キロはなさそうです。そしてあのオカメ文福さんはもう全然やれないぐらい、もう山ぐらい入ってたんです。もう山になるぐらい入ってたんですけど、今年も一つも見えませんね。まあでもちょっとぐらい見えるとこがあってもおかしくなさそうですけど、それにしても一匹も見えません。いてくれない方が魚が入るんでいいですけど、ね、いたらもう魚全然入りませんので。赤げた、よいしょ、ここにも赤げた。まあこんなもんですかね。よいしょ、次の場所へ移動します。うろうろしてます。あっと、タコが見えとるけど、タコがちょっと脱走を図っております。おおと思ったら散る。エイク、音も通してくるからこっちかと思いましたが、エイク、こっち。いやー結構いましたねこの網は。1、2、3本、4本、5本。虫歯の村の灯台があそこにあるんですけど、灯台のとこまで来てますけど今。いやガサきついかなと思ったけど、全然ここら辺も桃いらで、オカメ文福ちゃんでやれないぐらいだったんですけどね。もう全くもう魚も入らないし道具受け付けない状態でしたけど、通りますね。もうこれです、これ文福ちゃん動いておりますけど、もう山のように入ってました。まあ台風が来たんで酸素が入ったんでしょうね。いなくなっております。大ダコかも、大ダコ、大ダコしてこない、でかっ、大ダコさんでかい、これはすごい。3キロはないでしょうけど、 2.5 あるでしょう。これちょっとこれはすごい。とりあえず先にチヌチヌですね。よいしょ、一応もうあの行けなくても良くなったんですけど、神経締めでいいということになったんですけど、泥を吐かすために一応一回行けます。結構いましたねこの網。ちょっとまあ一応もう一回同じところ通してみますけど、いないんでしょうね。まあいたとしてももう次で移動するかもしれません。よいしょ、こっち、なんか赤げたもおりますねこの網。赤げた今取れない時期なんでめっちゃ相場いいんですよね。この3番目が今のところ一番今日いい網ですね。まだこの下から出てくるでしょう。あ、こっちが出てくれるとラッキーっていうの。出てきた、拾ってなかった。はい、出てきました。あ、ゲッタも出てきました。ナイス。道具巻いてるんですけど、あの赤色マークのところまで行ってしまうと道具が上がらなくなります。負け。さっきは25分こいだんですけど、今日はおそらく17番ぐらいやることになると思います。おお、こっち見えてる。もうなんか新進宙返りのような格好してひねって見えてる。おお、すごいな。これな、なんじゃ。よっしゃ、ボトボトって。あ、もう、おお、まださらにこっち。おお、すごい、めっちゃおるやないですか。これはもう絶対さっきの今日一の網を超えたでしょう。もう明らかにさっきの今日一の網超えてるでしょう。これはもうこの時点で何本 ?1、2、3、4、5、6、 そして7本。おまけのハムさん、ちょっとハムだけいけてきます。よいしょ、おお、追いつきましたね。おお、明らかに強いじゃな。しかもでかいのおるし、でかい。こっちにも見えましたけど、赤毛とも見えてるし、おこでがいないことを祈りながら。よいしょ、これも明らかに強いでしょうね。これ9本、1本リリース9本。あー、えらい。ちょっとこれぐらいいるとガサも来た。あ、10本、また出てきました。10本。
海へ移動したいと思います。結構自分うろうろする派なんで、まあちゃんと理由はあります。飽きるから、まあというのもあるんですけど、まあ今日だけ水揚げあげればいいわけじゃないんで、1ヶ月あげないといけませんからね。なんせ魚がどういう風に移動しているのか把握するために結構うろうろします。自分は大体もう移動の方法って毎年一緒なんですけど、ちょっと違うパターンとかにもあったりしますんで、そういうのを把握するためにちょっとうろうろしてみます。いやー落ちる、よいしょよいしょ、おーしょ、すごい、こりゃすごい。ちょっと移動しましたけど、まだまだおりますね。なんかこの感じだと来たばっかりみたいな感じですね。例年より来るのが遅かったんかもしれない。あのオカメブンブクが取れてから寄ってきた風な感じありますね。これこりゃすごい、なんせこっちなんで。おー、ルオル、よいしょよいしょ。硬いとこにはこの山椒ウニがいっぱいいるか思ったんですけど、山椒ウニ消えてますね。いたんですけどね、そもそもいたやつがあのオカメちゃんが取れたんで入りやすくなったのか、今来たばっかりなのか分かりませんけど、とにかくすっごい量ですねこれは。よいしょ、うん、これ何番目かな、4番目ですかね。3番目と同じか、多分それ以上。何キロおるんだろう、8キロぐらいありそうですよね。ちょっとやり場移動したら入るものがちょっと違いますね。ただちょっと綱を加減を間違えたと思います。これはガサが少なすぎですな。よし、でも今年はあれですね、いつでも本金がもう夏になったらここもいるんですけど、今年は本当にいませんね。これは小さいかな、ぽい。で本金いないんかなと思ったら、より島のすぐ沖にいたり、ちょっといつもと違うパターンでした今年のカニは。あと台風の後これがもうめちゃくちゃ入ってから、もうこれでもう焦げないところありますね。これ何なんですかね、これがもう山盛り入っても焦げないところがありますね。それこそあのオカメブンブクのように山ぐらいこれがもう入りますね。そこはもうやっても何も入りません。寄ってたらもう一枚出てきましたね、2つ。ここに発祥巻きってあるんですけど、移動したらこれあんまりでしょ。大きいのさえ行ってくれば1本でもおるし、しっかりおるし、おるし、おるし。いやすごい、片編みだけでこの人で、おお、これは、おお、元気すぎる、元気すぎる、元気すぎる、怖い怖い。とにかく痛いですからね、ここのここにトゲがあるんで、これが痛いんで。これはなんか1キロあっても良さそうですけど、ちょっと取っとこうかな、逃げてみようかな。これおっと、もう人手でちょっと映らない感じですけど、あ、これは小さすぎですな。ほい、よいしょよいしょ、これはメバチか。うわー、ここは焦げんな。いくらあの長靴の中敷きがあってもこれでは腰が歌うでしょう。ギド、ちょっとイカゴを刺身にしてみましたけど、魚さばくところがなんか YouTube ダメになったみたいで、イカもダメなんですかね。本当はもちろん本当はあの醤油があった方が美味しいですけどね、そのまま塩で、塩水で、まあ、ちなみにあの大葉があるともっと最高ですね。甘い、歯ごたえもすごい、マジでうまい、ほんまに甘い、とにかく甘い。温度はさっきよりは少ないですけど、でも結構食らってますね。あ、ハモが、ハモが見えてますけど、こんなとこハモおるんや、まあ、おるわな、それ。おお、来た来た、おお、この2つに。ちょっと見る人もこっちばっかでばっかりで飽きてくるかもしれないんで、歯もいてくれてよかったですわ。
はでかけどもヘロヘロ。こちら側歯も一本のみ、締めるの確定の歯も一本ではどうにもなりませんな。でかい、でかいですけど、ダメかな。よいしょ、よいせ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 、もう一本いたはずです。どこやねん。まあこっちも行けよ。これはちっちゃい。おった、おりました、おりました。さあ池に行って、ちょっと今までのこっちをちょっと締めますかね。もう魚、魚締める系のあれですね、動画開けれなくなりましたね。ああ、もう泥も入って綺麗になってることでしょう。さすがに昼になったらもうめっちゃ暑いですね。いや暑い、多いんで2時には帰りたいと思います。あと 4,5 番で帰ります。あっち、スイカ食べたらちょっと涼しくなりました。あとはいらず、ああこの青さが入りますね。青さいうか緑色の海藻が、あこっちは海藻だらけでちょっとダメっぽいですね。この辺はダメだな。これ通りでみんながこっち来るわけですわ。ウニ、本当のウニ、ただ中身は空っぽです。移動、まあ、ちょっとだけオカメちゃんはいますけど、本当にこっちもいなくなってますね。ここら辺はもうオカメちゃんで全然こけなかったんですけど、こけれるようにはなりましたね。もう名古屋フグ、ただやっぱ小ぶりですね。ここは全般にもう西へ西へ移動してる感じですね。こっちここも大きいのたくさんいたんですけど、いなくなってますね。もうちっちゃいのしかいない。これではダメだな。ああいうのにも気をつけないといけません。やばいやばい、蹴ったらやばいですよ。おー熱い。減ったな、上りになって。ああもうこれの時期ですか。いやうまそう、ちょっとおかずかなこれ。めっちゃうまそう。ここうわすげえ、うわうわ、何気にこういうのがおったりするか怖いですよね。うわうわ落ちてくるな、マジか。素晴らしい。いや1キロ級もおるし、丸かごほぼ8合目ぐらいですか。もうそろそろ帰ります。暑いっすね本当に。そして寄ってたらさらに2つ出てくるという、さっきも2つ出てきたんで4つ出てきました。これラストで頑張れ。よいしょ、よしこラスト頑張れ。よいしょ、うわこっちで、うおマジか、マジか。今日が浮き出したらまた入り出しましたね。一旦入らんようになったんですけど、ちょっとすごいなこれ。うお落ちてくる。赤毛と誰も取ってこないから相場いいんですよね。こっちすごいな、しかしもともとしてきましたね。さてこっち寄り島に帰ります。いやー昼から暑かった、帰りましょう。ラストの雨は多分今日過去今日一じゃないでしょうか。それ多分過去一ですね。こんな入ったのは、なんせボトボト落ちてくる音が聞こえましたからね。2時半2時40分です。一番暑い時間帯ですね。でもまああの前の昼寮の時ほどじゃないですね。海の上もだいぶ秋っぽい感じになってます。帰ったら港の中軽い赤潮ですね。今年は照りがなかったんで赤潮来なかったんですけど、まああれだけ川から水が出たからもういつなってもおかしくないんですけど、やっと赤潮になってくれたって感じですね。赤潮も来ないといけません。例年はもっと醤油色になるんですけど、本当の醤油の色です。ちょっとこれだとまだ薄いぐらいですね。なんと今日我が家のロールスロイスは遅刻です。珍しく。見て、何過去最高かも、うん、過去
最高記録かも。うわすごい、なんてこれ、これは自己最高記録かもしれません。すげえ、そんないっぱい、過去最高かも、過去最高かも。めっちゃあった、少し見てください、これは。あ、やぼけた、ついにダメージきました。やぼけたやな、ここも来た。あんりゃリピア戦といけません。ついに来て15、6日しか時入っていってない。最初これぐらいやったんよ、見たとき帰り見たこんななっとった。うわすごい、漁師ウォッシュの威力を恐るべし。2時に習ってリピア行きましょう。ということで今日は大量でした、過去最高記録。おそらく過去最高記録。すごいな、疲れた、お疲れ様でした。まだ猫の散歩が残っとる。帰りましょう。はい、帰りましょう。